気持ちの整理というか、はい、もう好きという感情はないです。すいません、質問の方がお伝えしません、お願いします。ソウルワーカー候補生、カバちゃん、そして熊切あさみさんです。よろしくお願いします。カバちゃんが今一番大きなトラウマだと感じてらっしゃることは何でしょうか。1月末ぐらいにですね、週刊誌の方に突然出てこられて、どこどこのお店で誰々と会われてて、もうそれ週刊誌に載っちゃったからいいんですけど、はいはい、で言われて、でその後にその一緒にいた方を駅で降ろして、その後また違うお店に行かれて、はい、男性の方と女性2人の方と、そう、何時何分頃お会いされてましたよねみたいな細かいことをすごい聞かれたんですよ、はい、私なんかやること全部知ってる人がいるんだみたいな、それから外に出るのが怖くなって。そして熊切あさみさん、はい、私からもなんですけれども、うん、いろいろなことがあった。ずっと仲良くしてた親友にずっと信じて相談とか全部乗ってたら、それは違うところで全部流されちゃったりとか。じゃあこの二人の大きなトラウマを乗り越えるためには、小高先生、どうすんじゃ、カバちゃんのトラウマ。そうですね、カバちゃんの場合はやっぱりその人に対する不信感とか、はい、もう場所的にも自分の居場所がないっていうふうに感じてしまっていると思うので、あの安心安全な環境、はい、そうだ、私にはこういう安心できる人がいるなとか、こういう場所に行ったら自分は安心できるな、こういう空間にいることによって、こういう時間を過ごすことによって自分の居場所があるなっていうことを、そもそも繰り返し繰り返しご自身にも問いかけてあげて、で実際それを経験していく、うん、そうすると負の部分が払拭されてプラスの感情が湧き上がってきますので、あの物作業っていうのがあるんですけども、物作業って喪服の喪に作業って書くんですね。でちょっとなんかあのマイナスなイメージがありますけど、これは悲しみを浄化する作業なんですね。どうやるんですか。悲しいなと思ったらちゃんと感情に寄り添って、まあ、お家で一人でいるのもいいですし、もう本当に信頼できる人、もう自分がこの人に何を言っても評価されないなっていう人と一緒に過ごして、はい、こうした気持ちをこう浄化していくっていうことが大事だと思います。カバちゃんなんてね、頑張ろうね。そういう存在に。なるほど。本当に昔から人を信じやすいんで、それをちょっと改善しておく行こうかなっていう相談を、うんうん、元彼の方の顔が浮かんじゃった。全然浮かべないでください。そこも、はい、本当ですか、はい、気持ちの整理というか、はい、もう好きという感情はないです。すいません、質問の方が失墜されて。あ、そうですね、なんでしょう。でも多分小さい頃から私の中にはあって、うん、どのタイミングでっていうのはいろいろと考えてたところもあったし、うん、まあ実際番組でカミングアウト、男性の方が好きだって、はい、カミングアウトした時から、はい、多分こうなるだろうなっていうのはもうある程度決めてました。今はどういう状況なんですか。はい、これはっきり言っちゃっていいんですか。3割玉なし袋残しです。